AKB48 グループで一番好きな曲は何ですか？何かな？イエーイ。パチパチ。はい、今回はですね、AKB48 グループで一番好きな曲を1曲皆さんに発表していただきたいと思います。はい、では早速、アンポンさんからいきましょう。はい、私はこの曲じゃん。遠距離ポスター。めっちゃ可愛い。ね、NMB48 に入る前から、まあ、聞いてた歌なんですけど、ちょうどね AKB さんの神曲たちのアルバム、神曲たちのアルバムに入ってるんですけど、ちょうど私たちが NMB にね1期生がオーディションの時期の、そうそう、時期のアルバムなんですけど、その時とかも聞いてて、なんかあのアイドルにね恋をする歌なんですけど、あの遠距離ポスター、まあ会えないみたいな、なかなか会えないけど、それでもなんか近くにいるよみたいな、そう、ポスターを見て近くにいるよみたいな曲なんですけど、今は自分がアイドル側としてなんかファンの人にそう思ってもらえたらなっていう気持ちもあるし、すごい可愛い曲なんで、特にゆきりんさんがソロライブで歌ってるんですけど、そう、それがすごい大好きでずっと見てます。はい、うん、やっぴょっていうのも、はい、隣のバナナです。あ、可愛い。これはずっと私がやりたいユニットで、なんか会ったことないんや。そう、意外となくて、なんか若い時からずっとやりたいって言ってて、もう今年で21歳やからそろそろやらないと衣装的にも曲的にも厳しくなってくるから、バナナでいいの？レアピョンがする時も。あ、隣のうどんで。ってなんだ、ソロに。あーって。あソロで隣のうどんで。ちょっと一回歌ってみて、うどんバージョン。隣のうどんは伸びすぎる。まあこんな感じで。やめましょう、バナナにしましょうね。まあね。おい難しいわコメントが、まあね、はい、そんな感じですね。コメント難しいわ。しおんちゃん行きますか。はい、私はテモネモの涙です。おおいいですね。いい曲じゃない。やってそう、やってそう、うん、ね、なんかさ、ソロ曲さ、これと迷ってなかった？そう、迷ってたんですけど、あのライブってね、ソロ曲をするんですけどね、うん、迷ってたんですけど、うん、ちょっとダンスの先生に名曲だから、うん、お前がやったらダメだって言って、それさ、しおんさんの曲、名曲じゃないみたいな。なんかそのダンス先生一番好きな曲らしくて、それをシオンがやるのはちょっとダメだって言われて。やばいよこれ、今の発言絶対まとめサイトでまとめられるやつ。アキラや、アキラや、アキラ、アキラや、ちょっと言われちゃったので、ちょっと私も折れるしかないなって思って、やばい、折れます、折れました。すごいいい歌なんで好きですね。いいと思います。はい、ゆきちゃん行きましょう。はい、時は語り始める。これ名曲ですよね、もう名曲。もうだってあるもうランキングとか1位、うん、ランキング1位、ランキング1位です。オリコンチャートでも歌ってましたしね。そうやってもセンター誰なんですか。センター誰なんですか。センターの人すごい可愛いって聞いたもんね。戦えるから。いや、ほんねっていうか、ただね、一つ言わして、あ、一つ言わして、時は語り始めですからね、皆さん。これ握手会で時間は語り始めるさって言うんですけど、時ですからね。あ、よくありがとう、思ってます。大事。はい、以上です。時はね、はい、ね、時ね、まあ、いい歌です。聞いてください。いい歌ですね。いい歌聞いてください。時は、ではでは最後私行きます。時は始めちゃうからね。じゃん、初日です。あ、めっちゃ好きなオーディション、これ歌うか迷った。あ、そうなんですか、うん、そう、なんか歌詞がそのステージ立つまでのなんていうんですか、メンバーの思いというか、うん、なんかね、2番の歌詞がむっちゃいいんですよ。泣けるような。そうなんですよ、そのアンコールが待っているとか、お客さんのその声援があって、こうステージ立ってるというか、もうこれ涙ちょちょ切れますよね。これりんちゃんのイメージしかないんだけど、でもこれですか。確かにオーディションりんちゃんが、近藤里奈ちゃんがもう卒業しちゃったけど、あのオーディションで歌った曲で、そうなんですか。しかも変なステップ、そう、めっちゃ変なステップとかわいい。あれでも可愛かった。りんちゃんのイメージ強いです。なるほど、はい、なんかね、いつかできたらですね。そうですね。というわけで、はい、というわけで AKB48 グループで一番好きな曲は